アンティゴノスは古代イスラエルを統治したハスモン・アサの最後の王大祭司アリストブロス2世の子紀元前63年とアリストブロス2世がヨハネ・ヒルカノス2世との争いの末ローマの将軍グナエウス・ポンペイウスにより退位させられると父や姉妹と共にアンティゴノスはローマへ送られた父と共に一度脱獄してユダヤで反乱を起こしたが 鎮圧された。アンティゴノスと姉妹たちはユダヤに残ることを許された。この間、アンティゴノスの兄弟アレクサンドロスはたびたび、ローマとヒルカノス2世に反発して、反乱を起こしていたが、アウルス・がビニウスに敗北した。紀元前49年、ガイウス・ユリウス・カエサルが、ローマで実権を握ると、カエサルは、アリストブロス2世を釈放してユダヤに向かわせたが、 ポンペイウス派に毒殺された。アレクサンドロスも、ポンペイウスの命令で、アンティオキアで斬首された。アンティゴノスは、ポンペイウス没落後、ヒルカノスとその、右腕アンティパトロスをカエサルに訴えたが、聞き入れられなかった。紀元前40年、アンティゴノスは、パルティアと同盟し、大いダッシュを狙った。パルティアの大主バルザフラネス。 王子パコロスは、アンティゴノスの求めに応じて、シリアへ進出した。アンティパトロスの息子ヘロデとファサエロスは、アンティゴノス軍を迎撃したが、パコロスに騙されたファサエロスと、ヒルカノス2世は、バルザフラネスの元へ出かけ、捕らえられてしまった。ヘロデは親族を連れて、エルサレムを脱出し、マサダ、ついでエジプト経由で、ローマへ亡命した。パルティア軍は、 エルサレムを占領して略奪し、アンティゴノスを大いにつけた。アンティゴノスはヒルカノスの領事を切り落とし、大祭司へ復位できないようにした。ファサエロスは自害した。紀元前40年頃、ヘロデはマルクス・アントニウスの支援を取り付け、元老院でユダヤの王に指名され、シリア経由でユダヤへ向かった。ヘロデはマサダに残る親族を救出し、エルサレムに迫った。 ヘロデの弟、ヨセフスが戦死するなど激しい戦闘が続いたが、シリア総督ソッシオスの援軍もあって、ヘロデ側に戦況は優位になった。紀元前37年9月、エルサレムは陥落し、アンティゴノスはソッシオスに降伏した。アンティゴノスは除名を嘆願したが、ソッシオスは彼をアンティゴネーと呼んで上昇し、捕獲した。アンティゴノスは、 アントニウスに引き渡されるべく、アンティオキアに送られ、斬首された。アンティゴノスの死後、ヘロデが、ヘロデ朝を開き、ハスモンアさんは滅亡した。ありがとうございます。